うまっ。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのガネです。ワールドラバーマーケットのチャパリータです。今回は新商品お、しかも新メーカー、まずメーカーさん、ジャプテック。ジャプテックの、はい、フェイクなんすかフェイクフィクル、はい、フィクルって言うんですね。フィクル、ちょっと呼びにくいですね。そうですね、フィクル、フィクルでいいですか。フィクル、まあ読み方としてはフィクルなんですけど、はい、まあフィクルにしましょう。気まぐれとかそういう意味らしいですけどね。はい、はい、なるほどなるほど。まあ、なんかちょっとつぶたかっぽいね。つぶたかっぽいですよね、うん、いいっすよね。はい、まあ、このラバーなんですけど、うん、まずチャパさん、はい、実際に今から開けてもらいたいと思います。いいですか。はい、この新しいね、ジャプテックの、はい、フィクルの粒、フィクル確認します。今、はい、すごいですよ。すごいですか。すごいです。本当に、はい、もう自分開けてるんで。お、ちょっと待って、ゴリゴリ反ってるね。わかるこれすごいね、はい、これはあれですか、あの布がついてる、はい、スポンジがついてるわけじゃない、あのスポンジありとは別に、はい、シートの裏に布がついてるんですね。はい、はい、布あり、布あり、珍しいですね。最近では、最近ではほとんど見ないですね、うん、あ、ごめんなさい。ということはこれもしかして、はい、メイドインジャパン。ジャパン何の拍手か分かんない。メイドインジャパンね、テンション上がるよね。テンション上がりますね、うん、え、ごめん、もしかして、はい、メイドインジャパンでこれテンション。そうです。おー、メイドインジャパン&テンション。テンションなかなかない。ないよね。っていうか今ない。ない。今ないですね、うん、じゃあ新しいんですね。はい、新しいです、はい、で一応ね、布なしというものも存在します。普通は OX ね。素晴らしい、はい、今まで、うん、言うてね、この布付きの粒とか、うん、いわゆる1枚ラバーとかだったんですよ、はい、でも全部付いてたんで、うん、布付きと布なしがあるってことなんですね。 そもそもそれをなんか実際性能として比べるのってね、こう同じラバーでじゃできないと思うから、はい、まあ、そういうところも面白いところだなっていう、うん、これ面白いですね、はいはい、でなんですが、今回はまあせっかくなので、はい、この布ありの方を、ありの方、実際のシダ動画とかで中心に使っていきたいと思います。それではプレイ動画の方いきます。よろしくお願いします、はい、今回は原種にフィックルを貼っています。フィックルの方は、布ありを使用しています、この基本打ちなんですが、まあ、今結構パチパチ弾いたりこすったりしてるんですけど、こういう表っぽい基本打ちだけじゃなくて、プッシュブロック、プッシュブロックっていう基本打ちもできるので、そこがすごいいいところだと思います。続いてミート打ちやっていきます、まあ、ミート打ちは結構やっぱり自分フォアでしっかり弾けるのでペンでやってるんですが、めちゃくちゃ打ちやすいです。なんていうのかな、ちょっと布があることで玉持ちみたいなのがあるんですよね。スポンジがある状態の玉持ちだとやっぱり相手に嫌がられにくかったり、 OX のようなやらしさっていうのがなかなか出ないんですが、布ありだと OX のやらしさがありながら、ほんの少し玉持ちがあって、今までとは全く違うような OX ラバーのように感じる方もいるのではないかなと思います。続いて、ブロック&カウンターやっていきます。最初ね、結構ボール落ちそうで怖かったんでゆっくりやってたんですが、慣れてくれば結構パチンって弾けるなと思いました。しっかりね、こういう通常のブロックもできるし、ミート打ち気味のカウンターのブロックっていうのもできます。やっぱりこういうただ止めるだけのブロックじゃなくて、カウンターのような弾く、打っていくようなブロックっていうのは、今後シェイクバック粒の選手には必ず必要になってくるんじゃないかなと思うので、最先端のやっぱりシェイクバック粒選手になろうと思ったら、こういうところすごい大事に今後なってくるんじゃないかなと思うので、すごいフィックルおすすめです。ペンではですね、通常のブロックももちろんできるんですが、
あの表ソフトみたいなブロックっていうのが結構できます。こういうショート、もう普通のショートみたいな球が出せるんですよね、まあ、こういうところもやらしさとして出せるので、今までとは一味違ったペンツブ選手になりたい、まあ、ブロックでもショートとかを使っていきたいっていう方には非常におすすめです。続いてちょっと引き合いやってるんですが、もう引き合いめちゃくちゃできます。まあ、実際引き込んでボールを落として引き合ってるわけじゃなくて、ボールが上がってきてる最中をこうカウンター気味に引き合い、まあ、ちょっと中陣、前中陣ぐらいで引き合いしてるんですが、まあ、こういうのなかなか難しいですよね。でこういう止めるっていうこともできる。実際布ありっていうのを自分は初めて使ったんですが、布ありってこんなに使いやすいんだなっていうのは結構驚きでした。続いてオールやっていきます。で今回はねオールちょっとシェイクでやってるんですが、まあ、こういうふうにこう結構攻撃し続けれるっていうのがシェイクバックツブでもめちゃくちゃいいですよね。攻撃しながらブロックもできる、ここがすごいいいところだと思います。ピックルの布ありを使っていればフォアからでももちろん得点できますし、バックでも得点ができるっていうのがすごい魅力的なラバーだと思います。ただ打ちやすいツブタカではなくて、打ちやすいっていうのと止めるっていうの両方成立しているところが、まあ、素晴らしいラバーだなと改めてゴールさせてもらって感じました。やっぱり皆さんこうちょっと見てる感じだとこう攻撃がしやすいラバーだなって感じる、動画見てもらって感じる方も多いと思うんですが、まあ、ほんまにこのただ打つだけじゃなくてしっかりと止めれてるところもあの皆さん見てほしいなと思います。ぜひ興味がある方は一度使ってみてください。はい、プレイ動画の方いかがでしょうか。いやすごい攻撃が、そうですね、決まってましたね。もう攻撃がめちゃくちゃやりやすい、うん、布ありって自分人生で初めて打ったんですよ、はい、実は。あ、本当ですか。そう、布ありを経験したことがなかった、うん、正直、うん、でこんなに打ちやすいんやって思ってびっくりしたっす。まあ、昔の1枚ラバーとか、はい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 、1枚ってごめんなさい、粒のことじゃなくて、そうですね、はい、1枚ラバーってあるんですけど、ね、が多かったですけどね。はい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 、でも経験したことなかったんですけど、めちゃくちゃ打ちやすい、はい、なんか表みたいに打ってましたね。そうですね、まあ、表とかのプレーがとにかくしやすかったな、うん、でもなんていうのかな、結構その粒高ラバーの中でも、はい、かなり表とか変化粒に近いような粒高ラバーってあるんですよ。ありますね、他社さんのメーカーとかで、はい、でもそれってもはやほんまに変化表やったり表ぐらいの、うん、感じになっちゃうんですよね。はいはいはい、わかります。なんか粒高じゃないんですよ。わかります、粒高なんですけど表記は、はい、でもこのピックルはそんなことない、ちゃんと粒、そう、粒の性能もちゃんと出せるなっていう感じです、はい、でまあやっぱりそのすごい普通の粒高、今まで使ってきたような粒高と比べちゃうと、はい、ちょっとブロックの難しさっていうのは感じるんですけど、うんうん、でも全然全然粒高ペン粒とかの人が使っても、うん、使えるな、ちょっとなんか飛ぶけど、うん、でもまあその分めっちゃ打ちやすくなってるから、うんうんうん、打っていくのとかもう完全に特化してるんで、すごいいいんじゃないかなと思いました、はい、特に自分的にはこうシェイク、はい、とかやったら、あ、良さそうですよね。こっちが多いじゃないですか、うん、まあ、こっち止めるのもあると思うんですけど、はい、もうなんかちょっと結構もう今時やともう打ってなんぼみたいなところあると思うんで、うん、シェイクとかめちゃくちゃいいんじゃないかなと、はい、ペンは逆にこうオールマイティなプレーとかになってくるんで、うん、まあ、ちょっと人を選ぶのかなっていうのは正直な印象です、うん、はい、はい、でもこれあれですか、はい、布ありとなしでもまたちょっと、はい、性能、そうですね、はい、単純に分かりやすく説明すると、はい、布ありと布なしでは、布なしは、まあ、攻撃がちょっと攻撃性能落として守備性能を足したよ、はい、じゃあまたちょっと粒の方にもっと強く寄せてきてる、はい、はい、って感じですね。でもまあなんていうのか、はい、割かし飛んでいくなって感じがあるんで、なるほど、うん、なんか感じ的にはちょっとグラスみたいなイメージの球のこのスンっていく感じが、はいはいはい、皆さんやったら結構イメージしやすいんじゃないかなと思います。ふわーんと遅くいくようなボールにはならないってことですね、はい、でまあ、グラスと違って攻撃とかやっぱり性能として高いと思うんで、うん、そうですね、まあ、プレースタイルによってはめちゃくちゃ汎用性あると思うし、この何より布ありとなしがあるっていうのが、うん、自分はもうすごいなと思います。面白いですね、でやっぱ、はい、見てたら本当今までにない感じでしたね、うん、まさに日本製テンションって新しいジャンルって言っていいかもしれないんですけど、うん、
似てるものあるって言われたらないみたいな、うん、完全にないなっていう感じです、はい、じゃこれは、はい、具体的にこんな人におすすめだよみたいな、あどんな人におすすめ か、はいはい、まあ、さっきちょっとねシェイクのそうですね、バックツブで攻撃する人、うん、いいんじゃないかなって話ちょっとありましたけど、はい、それ以外になんかこんな人にいいよってありますかね。わかりました、どういう方にこのフィック使ってほしいのか、はい、説明したいと思うんですけど、まず一つ目は、現在スポンジアリを使っている人、うん、スポンジアリのツブタカを使っている人ですね。ああなるほど、はい、もちろんスポンジアリにはスポンジアリの良さもあると思うんですけど、うん、はい、やっぱりスポンジアリって全体的に球が綺麗になりがちというか、うん、あの OX のあのこの球場独特の球離れっていうのがないと思うんですけど、うん、はい、この布ありだとすごいあるんで、うん、あるし攻撃がしやすい、それはないですよね。結構今までみんな、うん、あの悩んでたというか、やっぱ OX とスポンジありのこの差があまりにも激しいから、うん、結構それで常に悩んでる人多いですよね。悩んでるし、うん、しかも技術も全然やりやすいところが違うじゃないですか。違うラバーですもんね、うん、違うラバーすぎて、はい、そこがこうやっぱりあくまで前陣でのこの粒高の良さっていうのを出そうと思ったら OX になってくると思うんで、はい、うん、それプラスやらしい打つっていうところを、なるほどですね、まあ、ほんまに両立させれるんじゃないかなっていうところで、はいはいはい、あのスポンジありを現在つぶたかれで、うん、なんかちょっと妥協しながら使ってるみたいな方がすごいいいんじゃないかなと思います、はい、続いて2つ目が、はい、もうつぶたかを、まあ、表とか半粒のように使いたい人におすすめかなと、はい、なるほど、はい、あのまあほんまにこれはちょっとペンっていうよりはシェイクの人になってくると思うんですよね、シェイクのバックつぶとかの人で、もうほんまにもうこう今どきの人はもう結構全部打つぐらいの勢いでこうパンパンパンって攻めていくような人とかいると思うんで、そういう変化を持ってやったりつぶたかみたいなやつ、表みたいな使い方をしたいっていう方で、でもやっぱりつぶたかじゃないと怖いってあると思うんですよね。自分とか結構最近悩むのがやっぱり結構卓球ができるようになって、あの裏がすごい使えるようになったからもう結構表も使えちゃうんですよね、はい、割りかし、まあ、粒も使えてってなると、はい、いや割りかし一通り使えるんですけど、なんかちょっと表にしたいなって思う反面、うん、いざ表にしたらもうそのレシーブとかやっぱ難しいからめっちゃ怖いんですよ、はいはいはい、だから結局怖くなってなんかやめちゃうみたいなケースがすごいあると思うんで、うん、そういう表とかあの半粒っていうのを、まあ、粒高ラバーで使っててちょっとチャレンジしたいなみたいなとか、うん、あの現在思って使ってる方、変化がつぶ変化を持って使ってるような方にはすごいおすすめかなと思います、はい、そうですね、はい、続いて最後3つ目、はい、これすごいいいと思うんですけど、はい、つぶたかラバーの中で攻撃が圧倒的にしやすいラバーということで、はい、なんていうのかな、つぶたかラバーの中でも、まあ、ちょっと最初の方に話させてもらったんですけど、はい、もうなんか表やんとか、うん、半粒やんみたいなつぶたかラバーはあるんですよ、はい、でもつぶたかラバーとして攻撃がめっちゃやりやすいなって感じのラバーっていうのはほんまに今までなかったんで、はい、あのすごいフィックいいんじゃないかなと思います。粒の性能のまま表の打ちやすさってことですね。そう、じゃ あのさっきシェイクバック粒の話してたんですけど、はい、じゃああれじゃないですかね、ペン粒じゃなくてペン重、ペン重そういう感じだったらいいと思う。人でもうちょっと時間を持ってやらしさを使って、うん、打っていきたいなって人とか、うん、いいと思う、いいかもしれないですね、まあ、そういう感じで使いたいっていう方、はい、うん、あの結構いると思うんで、はい、あのそういう方に非常におすすめです、はいはい、ではチャパさんにちょっと聞きたいんですけど、はい、使用上の注意とかがあるみたいなので、そうですね、聞こうと思います、はい、注意ってほどではないと思うんですけど、注意ってほどではないですね、はい、まあ、まず日本製なので、はい、品質がベラボーによろしい、いやめっちゃいいよね、ベラボーによろしいです、これは素晴らしいです、うん、で、まあ、今回ね、はい、布付き、はい、うん、中でも特殊なバリエーションだと思うんですけど、まあ、見てくださいね、反ってますね、はいまあ、これがテンションの部分かもしれないですけど、良さですから、そのラバーの中にね布が入ってて、うん、こうテンションがかかってるわけです、はいはいはい、でこれ要するに貼ると、うん、ちょっとねこう剥がれてくる可能性もあるので、極端に言うとこういう感じ、そうですね、なるほど、だから貼るときはしっかり貼りましょうっていうのをまず言っておきたいのと、はい、うんうん、あと、布付きのバリエーションに関してはこれ接着剤で貼るのも簡単だと思います。ほう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 、ペラペラじゃないんですよ、すごいしっかりしてるんで、
なるほどね、はい、これは接着剤で貼るということもやりやすいんか。難しくないと思います、うん、普通にこっちに塗って、ベーって塗ってね、普通に貼れば、普通の裏ソフト貼るように貼ればね、はい、全然シワ入らないと思うんで、うん、あのその辺は逆にあの注意はそんなに必要ないかなと、うんうん、なるほど、まあ、もちろん OX の方はね、はい、あの難しいと思うんですけど、この布付きはそういった意味では貼るのは簡単、はい、うん、ただ貼れるのだけは注意して、はい、テープとか貼ってね、サイドテープとか貼って保護してもらいたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後に、はい、あのまあ、基本ワールドラバーとしてはちょっと布ありを、うん、紹介してたんですけど、はい、まあ、実際布なし、はい、あの普通の OX の方ですね、はい、あのどういう性能なのかっていうのを、まあ、もう一度簡単に紹介させていただきます、はい、あ、布なしの方ですね、はい、あのまあ、布なしの方はあくまで布ありと比べると、うん、ほんまに攻撃があのちょっとやりにくくなった反面、守備力っていうのがすごい向上したんで、個人的にはやっぱペン粒とかの人はそれぐらいのラバーの方が守備面もあるし、はい、うん、攻撃面もまあ、攻撃結構していくタイプの人でも攻撃もしていくっていうところで、はいはいはい、あの融通が結構プレーに効くんじゃないかなと思うので、まあ片方のラバー1枚のラバーでさ、フォアもバックも両方処理しないといけないってなると、やっぱそういう両方ともしっかりできるっていうものがすごいいいと思うんで、あの個人的には OX がおすすめです。なるほどです。あの逆にシェイク粒とかの人はほんまにまあどっちもありだと思うんですけど、まあより攻撃的な人とか、まあ、ペンでもめっちゃ攻撃するよみたいな、うん、はい、もう結構どんどん回り込んで、うん、もうペン重ですみたいな感じで卓球するよっていう人とかは、うん、あの布ありっていうのを、うん、あのおすすめできるんで、あの布なしもあの布ありも両方あの興味がある方は一度ね試して、はい、あのどれぐらい性能違うのか、うん、結構ね性能は露骨に違うから分かると思うんです。ちゃんと違いますよね。ちゃんと違うから、うん、あのどっちもあのどっちにもいい良さがあるんで、うん、そこはちょっとあの理解してもらった上で、今回はやっぱりワールドラバーとしては今までなかった商品として布ありっていうのがあるんで、はい、そこで今回紹介させてもらってるんで、よろしくお願いします、はい、今回はこれで終わります、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございます。